はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ミドケンジです。さあ、本日の動画は、始まりの奇跡の、ちょっとやり込み的な動画なんですけれども、こちらですね、DLC の、まあ、最終的なボス、創世のデミウルゴス。こいつを、難易度アビス、かつレベル100プラスして、まあ、戦っていこうと思うんですけれども、ただ戦うんじゃなくて、ノーダメージクリア。そいつを、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、普通にやったらね、絶対無理なんですけれども、まあ、回避率 100% 以上にして、かつ、まあ、ただそれだけじゃ無理なんですよね。なんせ、絶対反射っていうのが使ってくるんで、相手は。そいつをなるべく、というか絶対に使わせないように、まあ、オーダーとか、加速とか使って、まあ、倒していくと。で、そのために、こちらですね、ブレイブシード、ブレイブソウル、いっぱい持ってきました。まあ、これでなんとかやっていくと。では、早速行きましょうか。メンバーの方はこの後、設定するんで、この後紹介しましょう。はい、メンバーは、こんな感じでいこうかなと思います。第一陣は、魔法アーツ中心で、で、マキアスで加速要因と、あとはオーダーでも加速使えるようにしてと。で、第2陣は完全に物理ですね。で、そして、サラでエンジン雷光。これも加速使えるようにですね。で、最後は、まあ、いつものメンバーというか、プラス、S プラスが強いエステルを入れましたね。さあ、これでどうなるかというか基本的には回避率は 100% 以上にはしてあります。ちょっとね、一部 100% 入れてないのいるんですけれども、まあなんとかなるんじゃないかな、うん、って感じですね。で、セリーヌで BP 回復できるんで、まあそれで、まあ、アイテムも節約しつつって感じでいこうかなと思います。それじゃあ行きましょうか。まず最初の2ターンは耐えないといけないんでね。で、基本的に攻撃アーツはゼルエルカノンですね。さて、どれぐらい食らうかな。うん、なるほどね。で、まあ基本的にはバーストドライブするか、アイテムで補ってやると。って感じですね。アーツが来た場合は、まあ反射とかしてもいいんだけど、ドライブ開始。まあ普通に加速していくのがいいかな。まあめんどくさいからとりあえず
て、まあこんな感じですね。さらに EP も回復できるからいいよね。まあ基本的には回避ができると。でまだね、絶対反射は来ないんで、来ない石にある程度ダメージ与えて、ダメージ与えていくうちに来るんで、まあその時に加速していくと。いい感じですね。うん、順調ですね。なるべくアイテム消費は後半に取っておきたいんだよね。でバーストアーツなんかもやっちゃったり、でここでブレイブソウル。もうちょっとでバーストできるね、ブレイク状態に。
OK。 まあ半分ぐらいかな。残り150万ちょい。よしよし、いい感じいい感じ。私の番です。ドライブ開始。いいわよ、ドライブ開始。それは順調ですね、今のところは。余裕があればダメージアップもしていく感じですね。いい感じっすね。んでここでこういう感じでいくと。あともうちょっとかな。残りもうちょっとですね。もしかしたらこれで倒せるかな。OK。 いいですね、いい感じいい感じ。ノーダメージ。さあ続けて第2陣。
今回はね、全員がハイヒール 100% だからね。大反射が来る前にリズムに乗せたいね。ここはブレイブシート使っていく。ダメージソース稼ぐにはアーツの方がいいんだよね。S クラスも積極的に使っていきましょう。ディフェンスダウン来てほしかったけどな。そして
せるがいい。参りとしようか。ロイヤルトライズ。さあ、一気に行くよ。行くぞ。よしよしよし。飛ばしていくわよ。エンジン代行。任せるがよい。えい。俺の番かよ。行くぞ。よっ。何がどうや。助かった。任せるがいい。飛ばしていくわよ。エンジン代行。参る。お、ディフェンスダウン来たね。私の番だな。いいねいいね。いい感じになってきたよ。でジリオンハザード。よし。私の番だな。ゴキ。遅い。行くぞ。ハッ。ゴキ。遅い。任せるがいい。あとはこの状態をずっと保つ。飛ばしていくわよ。エンジン代行。マイル。うん。助かった。行くぞ。はっ。甘い。押せ。私の番だな。はっ。ゴキ。遅い。もっと。崩れたね。遅い。任せる。いい感じだね。
私の番だな。今だ。遅い。行くぞ。助かる。助かった。参る。は。攻撃。押せ。行くぞ。飛ばしていくわよ。エンジン代行。行くぞ。はい。攻撃。スライド。行くぞ。は。さあ、いい感じだね。私の番だ。今だ。遅い。マイル。マイルとしようか。バリアントレイジ。一斉に行くぞ。バリアントレイジ。うん。いいね、いいね。私の番だ。出していくわよ。エンジン代行。私の番だな。今だ。さてと、残り4分の1、5分の1ぐらいかな。もうちょっと、もうちょっと。ワンチャンエスクラフト連発で倒せるかもしれないな。うん、いけるね。
よしよし。よし、オッケー、ノーダメージ。さあ問題は次なんだよな。HP も700万以上あるし、大変だぜ。